はい、おはようございます。 KYC 秀子と池端秀樹です。メイクで笑顔になれる人を増やそうのライブ配信が始まりました。いつものように日曜日9時半からスタートしております。ご覧の皆さんで、お時間のある方はぜひですね、今日は上達するための5つのポイントということで、この今回 の, あのテーマはですね、実際、自分がですね、先日出張で、メイクの検定、これはですね、ジャパンメイクアップアーティストネットワークという、全国のですね、メイクアーティストとかそのメーカーのいろんな方々の勉強会がありまして、その中でライセンスとしてメイクの技術をライセンスとしてね、取りたい方の審査なんですよね。久しぶりに検定をしてたので、その27名の方々の一生懸命頑張ってる姿を見て、もっといろんなアドバイスをしてあげたらいいなと思って、総評でいろいろとアドバイスしたんですね。その時のポイントになることを5つ今日は申し上げますんで、きっとね、メイクに関わらず何か新しいことを学んでいこう、何か新しいことを自分がプロフェッションになっていこうというふうにして頑張っている方にはですね、結構いいお話になると思います。はい、でその中で、3級2級1級ってあるんですけど、何でもありますね。メイクだけではなくて、いろんなそのプロになっていくためにライセンスを取っていくことがあると思うんです。そんな中で今回、その5つのポイントで上達する、それは皆さん努力すれば上達していくのが分かるんですけど、いかに早く、いかにプロフェッショナルのようになっていくかということを、僕自身も体験をしているので、僕は34に脱サラをして、それまでは飲食業界でずっとやってて、その3年間の間にメイクという全く新しい業界に入ってメイクアーティストというところに入ってやってまいりました。そして今でこそこうやって理事としてね、審査員をするまでに至ったわけですけど、それに至るまでのその技術の向上をどうしてかとか、そういうことを僕自身が体験をしたので、この間の審査員の中でも言いました。で、審査をしているとですね、よくわかることがあります。多分皆さんもそうです。例えばお仕事でどういう人に仕事を頼んだらいいかなって思った時に、要は逆に選ばれる人になるためにはどこを見てますかっていうことになってきますよね。まず27名の中でやっぱりこう会話をしてると分かるんですけど、この方上達するの早いやろなとか、この方審査しててね、初めてお会いする人なんで、この方カットスタートした時に多分いいメイクをするだろうなとか、だんだんこう分かっていく中のポイントがあります。それはですね、受け答えで見てると分かるんですけども、まずその方の性格がどういうことか、これがまず一つ。やっぱり素直に学んでるかとか、素直にやっぱり勉強してきたかとか、その方の持ってるその素直さっていうのがね、バロメーターでものすごく出るんですね。でこれはもう受け答えの中ですごくそういうことを感じるわけなんで、やっぱりこの本の中にも、46ページ、もし持ってる方あったらね、46ページ見といてください。この素直っていうのがね、一番ね美しくなったりする、近道なんですよ。でこれは一般向けに書いた本ですけども、プロになっていく人でも上達する人でも一番最初に言えることはもう素直です。巨人軍の長嶋監督が言いましたけどね、やっぱりはいという返事が素晴らしい人は、必ず上達する、プロになるのが早いっていう、よく言いますけど、素直に学び、素直に真似る、この真似るっていうのがすごく大事なポイントですね。これなぜかというと、どうしても人って自分の自己流というのをものすごく固くなり持ってるんですね。だから、学んでいく段階でちょっと自分に違和感があるだけで、いや、やっぱりそうは言いながらっていうことで素直に なれないんですよ。真似られないんですよね。自分流になってしまう。これはもうメイクだけではなくていろんなこともそうです。だからそういう部分ではまず素直に学び、素直に真似る、これが一番大事なポイントですね。鏡を磨く、心のくすみを取る、これすごく大事なんです。審査をしている皆さんのイメージ、ちょっとね、メイクアーティストの方が、卵のメイクアーティストの方がライセンス取るために27人が集まってて、で実技やってる時に審査員、僕らはどこ見るかって分かりますか？その方の顔を見るではなく、その方がやろうとする鏡を見るんです。そうするとモデルさんに対していいメイクをしようとしている方の心意気って言ったら鏡に出るんですよ。鏡をきれいにやっぱりしてあげるっていう、この思いやりとか、鏡をきれいにすることのやっぱ作業性を忘れないっていうね、そういうのは実はその心の、自分の心のなんていうくすみとか汚れを取った上で人に対応するっていうのが非常に大事になります。これは後でも申し上げますけども、選ばれる人になるための人、要はプロフェッショナルとか、なんか一流の人ってちょっと想像してみてください。
不潔感ないでしょ。やっぱり清潔感ってすごくあると思うんですよ。だから成功してる人ほど清潔感になっていきますよね。だからそこは何かっていうと、鏡を拭くっていう、自分の鏡もそうですけど、自分の心の鏡も拭くっていうね、これがその受講生の方々にやっぱりいいメイクをする方、合格していく人はそういうところまで必ずこだわってるということが2番目になります。そして3番目、はい、1ミリの重ね技、1ミリを大切するというね、ことでございますけども、これはね、僕本の中でもちょいちょい今日は本のこと言いますけど、これすごくそのメイクに関わるだけの本でもないんですよ。共通して言えることは、僕は飲食業界でも日本一の売り上げを上げたりしてたんで分かるんですが、やっぱりその成果を上げていくためには、例えば一杯のコーヒーをおもてなしする時の接客、これはですね、心に現れますね。たった一杯のコーヒーだけ飲みに来やがってと、こういうふうに思う人もいてるか分かりませんが、この1対1で付き合う人間関係においては、この1ミリの世界を大事にするというのはすごく大事なんですね。で、それをですね、これ1ミリの重ね技っていうか、まあ一応本にも書いてますんで、また見てくれいただいたらいいんですけど、メイクって、まあ習っていただいてる方は分かると思うんですけど、眉1ミリを、まあ、右側の眉位置に長くするとか、左の眉を長くするとかあるじゃないですか。これたった1ミリと思いますよね。ところがメイクは重ね技なんで、この右側の1ミリ、こっち側の左側の1ミリって、これで2ミリ変わりますよね。そして眉頭をじゃ長くする、左右するって、これ4ミリ変わりますね。そこにアイラインを引くか引かないかのこの1ミリ、1ミリで、これまた2ミリ変わりますよね。そういうふうにしてアイシャドウの流れ、リップラインの流れ、こういうところの1ミリ1ミリっていうこの重ね技がすごい影響するわけです。だからそのたった1ミリにこだわれるかどうかによって、結局見た感じもすごく変わってくるということなんですね。ここが、実はメイクの業界だけに限らず、どんな飲食業界でもそうですけど、本当に1ミリの世界です。それ分かりやすく言うと繊細にっていうことですね。お掃除するときも、丁寧にするとか、まあ、そういうところが全部ね、そういうところに波及していくわけですね。だからやっぱりバランスをとってメイクが上手になる方っていうのは、この1ミリをすごく大事にしてます。はい、今回合格した方もね、そういう部分では非常にその繊細なタッチをきれいにされてたということになります。で、今もちょっとお話しますけど、その1ミリを付け加えながらバランスをとる、これバランスを考えるっていうのが非常に大事になります。まあ、メイクアーティストになるというふうにしてプロフェッショナルになる人は、このバランスが取れないともちろん合格もできませんし、どんな業界でもあると思います。例えば実技と筆記とか知識ね、知識の実技試験と、それから知識の試験ありますね、筆記試験ね。だからその筆記試験が100点でやっても実技があかんかったらあかんし、実技が上手でも筆記があかんかったらもうやっぱ不合格になるんですね。このジェイマンの検定なんかでも、紙で書く筆記試験が、全て書ききれてなかったらもうそれだけで不合格になるんですよ。で、実技が 100点でも、その知識の、ペーパーが100点でも筆記の眉を書く筆記シートってあるんで、それが、全部書けなかっただけで不合格になります。まあ、それほどですね、やっぱりその、バランスというのは何でも大切なので、何かを学んでいくときに、偏った学び方をしないようにということが僕はよくポイントでお話しします。全体のバランスを取りながら、例えば、メイクするときに限られた10分間っていうふうに決められたそのメイクの時間に、どういうバランスをとって時間内に収めるか、例えば眉は7割、リップは何割って言って、だんだんですね、その時間に合わせながら、バランスを取りながら最終的にトータルでうまく作るというね、まあ、こういう技とかスキルが非常にメイクだけではなく、いろんな仕事にも言われることがあると思います。だからすごく大胆でありかつ、繊細、このバランスを取りながら、スタートさせていくっていうね、こういうのがプロフェッショナルの技なわけですね。はい、これがバランスについて考えるということです。で、最後になりましたけども、この5番目が非常に 大事です。これはものすごく大事。5番目は何やと思いますかね。受講生の方々にもお話ししてアドバイスをしたことなんですが、受講生の方っていうのはやっぱり検定を受けて緊張します。めっちゃ緊張するから手も震えてます。で、その中でも あの人光ってるなって分かる、27人バッターってやってても遠くから見てても光ってる人があるんですね。これ何だと思いますか。これができる人っていうのは本当にね、
光るんです。だから、光るから、例えば100人寄って1000人寄った中でも、あの方にメイクを頼もうとか、あの方に仕事を頼もうとか、そういう風にやっぱりなってきますよね。そこら辺は何やと思いますか？最後の5番目すごく大事ですよ。これあの僕結構、メイクの養成講座なんかでもお話してますけど、最初習いたての頃ってもちろん不安もあるし、迷いもあるし、ね、あの自信がないような感じになりますよね。なります。だけどもというところです、はい、だけども学んでいってる段階であっても、自分はまだまだ、素人なんでということを考えないということですわかりますよね。ということは、はい、なりきるということですね。このなりきり方っていうのが、これはね本当にね、これメイクの業界だけでないと思います。もういろんな人がすごく成長アップしていって、ね、プロフェッショナルになっていく、これはすごいスピードになっていく人、成長していく人っていうのはこれありますよね。まあ、あの僕自身も実際のところ3年ぐらいの間にメイクのプロとしてもうデビューしてるわけなんで、普通はね、あのこういうあの美容業界ってなんかこうすごく、あと後発なのですごくね怯えてたんです、最初の頃は。だけどそれではいかない、それではお客様に失礼やと思って、ある時からですね、もうなりきりました。それ何かっていうと、もう完全に自分の憧れてる人のプロのアーティストのメイクアーティストの追っかけをしてですね、その例えば百貨店でメイクをしているこういう姿、これをずっと見てました。でずっと見て、これができるようになってる自分の姿、これをなりきってですね、自分がイメージして、それから練習をしたりというふうにしてました。これはすごく大事なことで、例えばにこの間 その27人の受講生の中でなりきってる人というのは何が違うかというと、まず仕草、立ち振る舞いの仕草とか、手の動きとか、まあ、ブラシを持った動きとか、そういうものがですね、全てにおいて、なんかこう経験値を積んでるようかのような、そういうオーラを出すんですね。で本人に聞いてみればやっぱり緊張してたり、本人にしてみればまだまだっていうのは分かってるんですけど、だけどやっぱりこうあの第三者に映る見方っていうのは、見え方っていうのは、やっぱ本人が努力する、なりきってるかどうかというイメージをしてるかどうか、これによってですね、すごく変わってきますよということを、今回特に思いました。でまあ、今日ご覧の皆さんで、また後から見ていただいている方にもね、お知らせしますけども、人にはノータイプっていうのがあって、この本の中にもですね、ノータイプに応じてその学習の自分の仕方っていうのが非常にあるんですね。いかに早くその自分に成果を上げるかっていうことは、例えば僕は視覚型って言って、名タイプなんですね。で視覚型っていうのはですね、まあ、ここにもね、83ページとか82ページにこういうあの自分何タイプかって分かるものがありますんで、これでまず見ていただいて、そこから自分の学習のね仕方、これ89ページにもあります。これを見ていただきながらですね、自分はどんな風にしていけば学習が上がるか、学習効果が上がるかっていうのがあります。例えば視覚型の人はもう最初からですね、行き着く自分の理想のアーティスト、憧れのアーティストをもうずっと見ていくという、例えば今だったら YouTuber がありますよね。だからすごく自分が素敵やなと思うアーティストの YouTube の動画をずっと見まくる、もうそれだけで自分の頭の中にイメージ力がぐんとこう明確になってきます。そしてそれがですね、自分の行動に移してそういうふうにしようという自分の体がそういうふうになっていく、これが視覚型の特徴なんですね。だから視覚型の人はぜひね、見るという教材をたくさん、使ってみてくださいっていう話をこの間もしました。それから聴覚型の方っていうのは、理論理屈っていうのがきちっと自分の頭の中に入らないと、どうしてもこう疑ってかかったりします。だからどちらかというとこう派手にメイクをしたりするようなそのアーティストを見てるだけでは自分にスッと入れないんですね。でその方がどういう思いで、どういう理論でそういう形をとってやってるのかっていうことも全部読み解いてですね、きちっと、頭の中に理解させないとダメです。そのためにはそういう方のやっぱり本を読んだり、文字になっているものを声に出して読んでいく、それがですね、実は自分の耳聴覚の方に入りやすいので、すごく覚えやすくなると、これがまあ聴覚型ですね。それからあと最後触覚型、低タイプの方はこれはですね、体で覚えさせないとダメなんで、分かりやすく言えばね、感覚で覚えていくなので、
トレーニングしないとダメですよね。でその時に、自分の理想とする先生のに付きっきりになる、まあ、要はついていくわけです。ついていって一緒に、対面でですね人間関係をうまく親しく、できるだけ距離感を短くしてですね、でその先生のに学んでこうですかですかで体で覚えていく、これが非常に大事になります。なそんな風にしてですね低タイプ、明タイプ、耳タイプ、これによって、学習効果が変わりますということを書いてますので、これもねぜひぜひ参考にしてみてください。どんな業界でもですね、新しく何かを学ぼうとする方、ね、皆さんいらっしゃると思いますし、その学んでいく時の中でどういうふうなポイントを、考えれば成果が上がりやすいかということのポイントです。まず素直な人ですね、はい、今も言いました素直に学ぶ、そして素直に真似る、これが非常に大事です。それから清潔な人、まあ、学ぶときに清潔って関係ないと思うか分かりませんけど実は関係があるんですね。清潔な人ということは自分の心を美しく見せて、対応しようということですから、学び方にも吸収度、素直さが、にも影響していきます。清潔な人、鏡拭いてくださいということですね。だから清潔になるためにも鏡を拭いてください。そして、1ミリを大切にする人、まあ、これはね先ほど言いましたけど繊細でかつ大胆にするためにはまず繊細さというのを大事にしないということですから、1ミリを大切にしながら、そしてバランスを取れる人で、最後になりましたけども自信を持って堂々としている人、こういう人がですね実は人に選ばれたりプロフェッショナルになっていく、まあ、成果が上がっていきやすい方というふうに僕は共通認識をしているんですね。まあ、大概の人自信のない人多いんです。自分が自信のある時も、そしてあったとしても自信がなくなる時もあるし、やっぱり人間って生き物ですから自信がない時ほどですねこの5つのポイント、こういうところを大事にされたらいいんじゃないかということだと思います。まあ、それからですね例えば自分が自信がなくなった時に、どういうふうにして自信を持って堂々としていったらいいかって言った時に、ね、自分がテンションが上がってた時の動画とかもし残ってたら、まあ、僕なんかでもよく見返すんですが、自分がこうちっちゃい人間やなと、こう上を目指せば目指すほどなんかすごいそのレベルの高い人がたくさんありますから、もうキリがないんですよね。でキリがないんだけど自分がちょっと最近至らんなとか、自分がもう全くちっちゃく見えてきた時に、当時 その例えばテレビに出た時の動画とか、自分が調子の良かった時、自信満々でやってた時、そういう動画をですねまた見返したりして、自分の中にですねああこういう自分もあったんやないかということで、自問自答していくというこういう作業もね、やっぱりプロの人はやってます。とにかく1対1、自分と自分っていうね、そういう見つめ合う時間というのもね非常に大事だと思いますので、まあ、この5つのポイントをお話しさせていただきました。でそういう意味で、すごくですね今回参考になった本がありまして、これも紹介します。自分に素直な女が結局一番うまくいく、もう私を邪魔しないということで、浜友さんっていうね、はい、浜本由美さんって言うんですけど、まあ、浜友というアーティスト名で活躍されてるんですけど、実は彼女がですね僕の出版と全く同じ日でして、またお会いしたこともないんだけど、でその本を読ませていただいたんですよ。それはまさしく今日言ったこと、要は、彼女自身がすごくその20年ぐらいかなかけて、ものすごく自分が体験していろんな失敗を繰り返した中で学んだ法則っていうのがあって、素直が一番いくね、結局一番素直が一番うまくいく、これはプライベート男性女性の問題だけではなく仕事も全て家庭もそうだしということでこれ書かれてます。もう本当に読みやすくてですね良かったんで、ぜひね皆さんにも読んでもらいたいなと思いました。別に彼女に何か紹介してとかって言われてるわけでも何でもないんですが、僕ちょっと読んでですねもう一瞬2時間もかからないうちにスッと読めたんですね。でだけど自分を今僕56です、56年間幼少時代からずっと生きてきた自分のを旅しながら読んでる感じ、昔に戻って自分がそういうああいう時こんな風にしたああいうしたっていう、その、色眼鏡かけてたりとか世間軸で見たり他人軸で見たりっていう自分もあったけど、この本読んでいただくとですね、すごく自分軸でものを考えて素直に自分に自問自答して、それから、生きていける、だから楽しいっていうね本当にその幸せ法則っていうようなことを書かれています。ぜひ、参考にしてみてください。
はい、今日も一日頑張っていきましょう。はい、ということでありがとうございます。またお会いしましょう。